My name is Mineko Kato, head pastry chef of Faro, Shiseido in Tokyo, Japan. The winner of Asia Best Pastry Chef 2024, sponsored by Varona. 私が今まで、歩んできたパティシエ の道ですが、まあ、私はもともとお菓子を作ることがすごく好きで、レストランでの毎日作るその日のために、そのお客様のためにだけ作るフレッシュな食材を使ったお料理に魅せられて、レストランパティシエに移行しました。新しいお皿を作る時 の, インスピレーションとしては、大体の場合自然だったり、この現在の自然環境 の, 環境保全だったり、あとは自然の景観だったり。私のデザートで特別なところは、まあ、基本的に植物性 の, 食材を使って料理しているところです。まずコンセプトを練り上げるっていうことが私のプロセスになりまして、そのプロセスっていうよりも、そのコンセプトからどういうお皿まで持っていくかっていうところを研究しながら、リサーチをまずするんですね。やっぱり美しいお菓子っていうことを作りたいと思って作っているわけではなく、自分が伝えたいメッセージだったり、例えば100年後まで土地を後世にまで残したい生産者の方たちとかをどうやったら応援することができるかとか、それをどうやってお客様に伝えられるかっていうことを考えてお皿を作ったりしています。ファロというレストランがオープンしてからずっとお出ししている日本の里山花のタルトというものが、まあ、お気に入りというよりは、多分一番ファロのシグネチャーディッシュに近いものなのだろうと思ってます。その花のタルトっていうものを、まあ、イタリアらしく、消化を助けるハーブと花を使って作っているんですが、その花っていうのが、まあ、今農業を終えて農作業が辛い女性たち、80代、70代、80代の女性たちに里山でお花を摘んで毎日送ってもらっています。このよう なんか素晴らしい賞をいただき、本当に光栄に思っています。なんか私がこのような素晴らしい賞を受賞するなど、本当に夢にも思っておりませんでした。若いパティシエの方たちにも、特に女性の方たちにも、そういった自分がどうありたいかっていうことを真剣に考えて、5年後10年後を見つめてほしいなと思います。